皆さんこんにちは。アイデアニュース代表の橋本です。アイデアニュースはこれまでミュージカル俳優の方々への独自インタビューやゲネプロ動画の独自撮影配信などを行ってきました。そして2022年2月からはウェブ制作事業を始めることになりました。これは YouTube 用の動画 CM の作成やホームページの制作などを行っていくものです。今ならスタート直後ということで、とてもお得なキャンペーン価格で対応していますので、ぜひアイデアニュースウェブ制作部で検索してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。